園に来て早数日、担当馬娘はまだ見つからない。あんなに低姿勢じゃ相手だって不安になるだろう。お前さんはもっと自信を持っていいんだ。先生、元トレーナーで恩人の先生に慰められる。馬娘が目指す夢の手助けがしたいって昔から言ってたろ。俺はそんなお前さんにずっと期待してるんだ。こんな自分に先生は期待していると言った。真剣な眼差しで。期待か。私でよければ喜んで。ありがとうございます、トプラ先輩。私、先輩のまっすぐな走りが本当に好きで憧れで。無理ってすみません。大丈夫です。私の走りが勉強になるかは分かりませんが、いくらでも見ていてください。質問があれば後で答えますね。遠慮はなしです。それじゃあ早速。運命の女神が僕らにその糸を絡めたようだね。さあ舞台へと立たせてもらおう。幕はまだ開かずともエチュードはここに響いているのだから。そうだろう、綾部さん。わけがわからない。私を巻き込むのはやめて。オペラ王ちゃん、綾部さん、二人もトレーニング中だったんですね、偶然。じゃあ三人の走るところを見せてもらえるんですか。ありがとうございます、よろしくお願いします。だから私は一人で。いいとも。ちょせっかくですし、みんなで並走しましょう。きっと学べることも多いと思うんです。でもやるからには負けませんよ。その言葉にテイエムオペラ王とアドマイヤベガの目つきが変わる。すみません、そこのトレーナーさん、スタートの合図をいただけませんか。え、ああ、わかった。この3人は注目されている馬娘たちだ。スタート。激しく芝を蹴る音が合図と同時に響く。ババ状態量、これなら何の問題もない。はあ！最も輝く瞬間を僕は知っている。奏でよう、アンサンブルから旅立つ歌を。そこをどいて。オペラ王ちゃん、綾部さん、私だってまだまだ行きますよ。オペラ王も綾部もどちらも人の目を引く見事な走りだ。しかしその中で最も目が離せなくなったのは成田トップロード。歩幅が広く力強いフォームはぐんぐんスピードが乗り、ぐっと伸び、一切の迷いがない走りに未来の輝きを想像し心が躍動した。はあ、いい気分。急な並走だったけど楽しかった。後輩ちゃんも興奮してたな。次はもっとすごい走りが見せられるようにトレーニングしておかなきゃ。お、トレーナーさん、先ほどはスタートの合図ありがとうございました。プロトレーナーとしての自信はなくとも誠実に気持ちを伝えてみよう。スカウトする馬娘を探してたんだ。お、そうなんですね。じゃあもしかして新人トレーナーさんなんですか。実はそうなんだ。最初って緊張しますよね。私もトレセン学園に入ったばかりの頃はドキドキでした。子供の頃にお世話になったコーチからトレセン学園のことを聞いて育っていたので、入れた時はすごく、そのすごかったです。お、あの、何か私にお手伝いできることはありますか。声をかけたい相手とかいたら呼んできますよ。深呼吸し背筋を伸ばす。君には目指している夢はある。お、私の夢ですか。そういえば改めて口に出すの初めてかも。私はみんなの期待に応えたいです。みんなの期待に。はい、家族や友達、後輩、応援してくれるみんな、それともしも
私をライバルとして見てくれる馬娘がいるなら、それにふさわしい走りができるように、がっかりさせないように、私は期待に応えたいと思います。決して珍しい答えではなかったが、なぜか今までの誰よりも強く胸に響いた。君の夢を一緒に見たい。それって、君のトレーナーになりたい。いいんですか？よろしくお願いします。また断られるだろうか。でも言わずには。互いにキョトンとし、見つめ合う二人の間に不思議な空気が流れた。トレーナー決定おめでとう。やったやった、マジで嬉しい。ありがとうございます。これからはもっと頑張らないとですね。トプロ委員長にはいつも勉強とかトレーニングとかでもお世話になってるし、レースでも大活躍してほしいんだ。トプロ委員長の走り大好き。見てるとドキドキしてやる気が出るっていうか、だから楽しみなんだよね。嬉しいです。私たくさん走りますね。その嬉しいので、声をかけてくれたトレーナーさんのためにも情けない姿は見せないように精一杯。あ、でも新人さんなんだよね。トプロ委員長ならベテランのトレーナーさんにも声をかけてもらえたかもだし、そしたら今すぐにでも活躍できたかもじゃん。すぐに返事しないで保留にしてもらえばよかったかもね。保留？あの時トレーナーさんポカンとしてたっけ。私本当に嬉しくてすぐにお返事しちゃったけど、もしかしてそういうものじゃなくて、最初は顔合わせから始めるものだったりする？お互いの人となりを知る、そんな考える時間が必要だったんじゃ。でも私後悔はしていないし、受けてよかったって思ってるんだよね。だってトレーナーさんはたくさんいる馬娘の中から私に声をかけてくれたんだから。オペラ王ちゃんも綾部さんも才能にあふれた馬娘、そんな中でトレーナーさんは私を選んでくれた、期待してくれた。よし、この気持ちちゃんとトレーナーさんに伝えておこう。選んでくれたこと後悔させませんって。あの子がトレセン学園に入学したのは知っていたが、まさかお前が担当になるとはな。彼女をご存知でしたか。あれが昔馬娘ちびっこクラブでコーチやってた頃にトップロードが入ってきてな、あの頃から目立つ子だったよ。頑張り屋で心から走るのを楽しんでた。コーチー、もう一回走ってきてもいいですか。次はさっきよりビューンっていける気がします。あれうまくいかない。でももう一回やればきっと。少しお前に似てもいるかな。まっすぐすぎて不器用なとこがある。だが諦めない。諦めるって選択肢が最初からないんだ。大丈夫だ、お前さんならやれるさ。俺は信じてる。これまで努力してきたように経験を積み重ねていけ。未熟な自分にそれでも期待してくれるというのなら。勉強あるのみですね。ああ、お前たちなら G1 だって夢じゃない。俺にも見せてくれ、お前たちの最高のシーンをな。入るタイミング逃しちゃった。でもトレーナーさんコーチと知り合いだったなんてすごい偶然。トレーナーさんも大きな期待を背負ってた。プロになってからもたくさん勉強していて、そんな人が
私を選んでくれたんだ。だったら私はその思い、絶対に裏切りたくない。1週間後の模擬レース、そこでもう一度走りを見てもらおう。言葉じゃなく走りで、選んでよかったって安心してもらおう。そうと決まればトレーニング。どんなメニューだってこなせるように、しっかり足の準備をしておかないと。よーし、みんなの期待にもトレーナーさんの期待にもちゃんと応えられるように、私頑張ります。成田トップロード、お気合い入れんのはいいが、そんなとこでやることかい。相変わらずこういうとこじゃカッコつかねえな、お前さんは。先生からのアドバイスを受け、試行錯誤した自身のメニュー、トレーニングメニュー確認しました。これすごいです。私の弱点を的確についててびっくりです。ただ弱点を克服するのではなく、できることを増やすメニューだ。トプロの走りは歩幅が大きく長く良い足が使える、直線が長いコース向き。ただその反面、小回りコーナーやペース調整得意ではないよな。はい、正直苦手です。スタートや馬群から抜け出す時も、急にダッシュしたり緩めたりはうまくできないし、それに馬場状態が悪いとどうしても足が滑っちゃって思うように走れないんです。すみません、私がもっと器用にできたら。問題ない、そのためのメニューだ。重点的にトレーニングしよう。あ、はい、そうですよね。そのためのトレーニング、トレーナーさんが作ってくれたメニューなんですから。すごいです。本当にそのすごいです。何度か走りを見ただけでここまで。ありがとうございます。早速走ってみてもいいですか。このメニューすぐに実践してみたいんです。もちろん。やった、それじゃあ行ってきますね。気になることがあればすぐに言ってください。それじゃあ。ゆやいなやとプロがものすごい勢いで走っていく。彼女の走りは見ている者の心を明るくさせる。スピードを乗せたまま最適な道筋を。目印はトレーナーさんが用意してくれた。それをちゃんと意識して。失敗。もう一度、次のコーナーで。トプロ委員長、トレーニング頑張れ。応援してくれてる。はい、ありがとうございます。やー、弱点を克服するメニューは単調な内容を繰り返し体に覚えさせる。一点集中し結果を得る。だが、また失敗。足元がどうしてもふらついちゃう。単調ですぐに飽きてやる気が低下する恐れはあった。もう一度、トレーナーさん、何かアドバイスはありますか。生き生きとトレーニングを始めたばかりのような目で聞いてくる。視線を下げないで。わかりました。意識しすぎちゃダメですね。ありがとうございます。行ってきます。送ったアドバイスを自分にも向けるように顔を上げ見守った。それから数日、トプロはトレーニングの後も自主練を繰り返していた。はあ、いい気持ちいい。よし、今度はあそこをコーナーに見立てて。成田トップロード、トレーナーさん、どうしたんですか、こんなところで。頑張りすぎだよ。バレちゃいましたか。ごめんなさい。でもやれることはやっておきたいんです。ただの模擬レースでも、私がトレーナーさんと挑戦する初めてのレースなので、選んでくれたトレーナーさんに喜んでもらえるような、そんなレースにしたいです。それは嬉しいけれど、無理はさせたくない。模擬レースとはいえ
彼女の望む走りをさせてあげられるのだろうか。みんなも応援してくれていますし、楽しみですね。模擬レースは近い。眩しい笑顔を見せる彼女に思わす目を細めてしまうのだった。当日、見学者はトプロの友人だけではなく、どれ、トレーニングの成果を。お？あの背中は緊張してるな。プロのトレーナーとしては初のレースだもんな。思いっきり楽しめ。期待してるからな。プレッシャーかけないでください。背中に重りを背負った気分を大きく深呼吸し落ち着かせる。トプロと組んでの初レースだ。やる気出ちゃいますね。あんなに応援してくれるんですから、いい走りを見せないと。トプロは応援の友人たちににこやかに手を振っている。君はどうして、おい、期待に応えたいと思い続けられるのか。期待はプレッシャーになる。それは負担にならないのかと言ってしまう。自分の不安をトプロに言葉でぶつけてしまう。トレーナーとしてあるまじき聞き方だ。全然平気です。だって嬉しいですから。え、期待って夢や願いのかけらみたいだなって思うんです。この人に夢を、願いを、思いを託したら、きっと素敵な景色を見せてくれるんじゃないかって。そんな大切なものを私の背に預けてくれてる。これってすごいことですよね。考えたことはなかった。その言葉が波紋のように心に広がる。トレーナーさん、私に期待してみてくれませんか。君に？はい、必ず勝つ。誰よりも先にゴールするって。トレーナーさんの期待が私の力になりますから。眩しい。その一言が頭に浮かぶ。そして、あ、模擬レースが始まりますね。行ってきます、トレーナーさん。見ててくださいね。模擬レース開始。一斉にスタートしました。いい感じ。この位置をキープ。チャンスを狙う。いいぞいいぞ、トップロー。応援、期待の声。トレーナーさんは負担なのかな。もしかしたらトレーナーさんにとっては背中を押すものじゃなく背負うものなのかもしれない。だったらその負担、私が少しでも軽くしてあげたい。重くのしかかっても、それでも私のために頑張ってくれたから。トレーナーさん、私に期待してくれるかな。必ず勝つって思ってくれるかな。トレーナーさんの声聞こえない。聞こえないけど、でも、もしかして、もしかしてだけど、コーナーの向こう、もっと先、その先の、トプロ、ゴールはすぐそこだ。ゴールで待っていてくれる。頑張れ、トプロにならできる。成果を見せてやろう。トレーナーさん、私見せたい。あなたに一番でゴールするところを。期待してくれたあなたに応えます。うわ、今ゴール。一着は、力入りすぎました。途中までは完璧だが、小回りコーナーで。ごめんなさい、あんなにトレーニングで。でも次はもっと練習します。できるまで何度でも。今回は期待に応えられませんでしたが、少しだけ待っていてもらえませんか。そうしたら今よりももっと。必死さが伝わってくる。それにしても、トレーナーさん、やる気に満ち必勝の雰囲気。しかし勢いがありすぎて負けてしまった。ふふふ、負けた悔しさ以上に、あはは、楽しかった。トレーナーさん、はい、すごく悔しくて、それで楽しかったです。
もっと期待してほしい。成田トップロードの走りをプレッシャーが前へと進む原動力に変わる。君と一緒に走っていきたい。次は勝利をつかめるように。トレーナーさん、トプロなら G1 だって夢じゃない、なんてつぶやく。G1、 もしも私がトレーナーさんに初めての G1 をプレゼントできたら、トレーナーさんはどんな笑顔を見せてくれるんだろう。はい、トレーニングたくさんします。苦手も克服して力をつけて、それで G1 で必ず勝ちます。その勝ちますので、今後ともよろしくお願いします。急がないと先生に怒られちゃう。もうこんな時にゴミ捨て当番なんて。あ、どうしたんですか、そんなに慌てて。トプロ委員長、ごめん、急いでたから。さっき先生に呼ばれてさ、これから面談があって。おお、でしたらゴミ捨て私がやりますよ。どうぞ先生のところへ行ってください。え、本当に？じゃあお願いしてもいい？このお礼は今度絶対するから。お礼なんていいですよ、これくらいすぐ終わりますから。面談頑張ってください。今日も頼られてるな。外から微笑ましい会話が聞こえた。トプロの頼もしさは今日も健在だ。俺も頑張るぞ。書類仕事と再び向き合う。仕事を片付けグランドへ。ゴミ捨て場を通りかかった時、おや、立ち尽くすトプロ。膨張ネット付俺はカラス兵器だから任せて。助かりました、本当にありがとうございました。あー、自分が情けないです。来ていただかなかったらきっとまだ。本当の本当にありがとうございました。このくらい大したことないけど。苦手でも完遂しようとするのは偉いが、他の人にお願いしてもよかったんじゃ。私が引き受けたことですから、私が最後までやるべきだと思ったんです。でもカラスは予想外だったんだろう。ええ、まあ、ですけどゴミをそのままにしておくことはできませんから。それに任せてくれた子も私ならきちんとやり遂げると信じてくれたんだと思うんです。なら私はその期待に応えたい。どんなにきつくても大変でも、それが期待を託された責任だと思うので、期待に応えることが私の喜びですから。って、助けていただいたのに言っても説得力ないですよね。そんなことない、立派だよ。ありがとうございます。口先だけにならないよう、もっともっと頑張ります。責任感が強く向上心が高い。しかし周囲に頼ってもいいのにと思ってしまうのであった。散歩中、張り切った様子のトプロに遭遇。寮から駅までの時間、よし、これくらい余裕を見ておけば大丈夫だよね。さあ、駅に向かおう。どこかお出かけ？トレーナーさん。はい、遊園地へ行くんです。と言っても今日は下見なんですけど。遊園地に下見？今度友達と遊びに行くんですけど、幹事を任されまして。だから下見をして
いろいろ準備しておこうと思って。当然のように言うが、一人でやるのは大変だろう。一緒に行っても？トレーナーさんも？お、息抜きにって感じですか？でも、私と一緒じゃあまり回れないかも。誰かと一緒の方が楽しいだろう。そうですね。私もトレーナーさんと回れたら一日楽しく過ごせそうです。ぜひご一緒に。さて、今日チェックしておきたいのはアトラクションの時間と混雑状況ですね。それをもとに当日のコースを考えるつもりです。みんなパレードは絶対外せないって楽しみにしてました。なのでパレードの時間に合わせてコースを組もうと思いまして。パレードの時間は最初の回が11時30分、となるとアトラクションに並ぶのは無理がありますね。お土産を先に見て。でも荷物になっちゃうかな。早めの昼食にしては。パレード終了時からレストランが混むと伝える。あ、なるほど。それなら昼食もアトラクションも混雑を避けられますね。人気アトラクションも乗りやすそうです。では次はお昼のレストラン探しですね。お店に目星をつけておきたいです。このお店良さそうですね。窓からパレードコースが見えますから、パレード待ちの方の混み具合を把握できます。出口付近が良いかも。そうですね。可能なら席のリクエストをしてみます。じゃあ実際に注文して所要時間を確認してみましょう。うん、おいしい。でも予想外でした。メニューでこんなに迷うなんて。トレーナーさんが選んだものと最後まで悩んでしまいました。選ぶ時間も考えておいた方が良さそうですね。一口どう？店員にナイフをもらって切り分け彼女の皿に乗せてあげた。お、ありがとうございます。そっか、シェア。それならみんな悩まず注文できるかも。楽しいだろうな。よし、ちゃんといいところを取れました。ここなら視界を遮るものはありません。向こうも広くていいかも。確かに向こうはゆとりがありそうですね。あちらも候補に。お、来ましたよパレード。先頭はキャロットクイーンです。衣装が可愛くなってます。フロートも豪華で、ダンサーさんも音楽もキラキラで。お、ダンスに参加できるみたいですよ。せっかくだし参加しよう。はい、ぐる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 。トレーナーさんが踊っているってなんか珍しいですね。パレードを楽しみ、人気のジェットコースターに移動。やっぱりお昼時は一番人気のジェットコースターも空いてますね。うん、パレードの後はビッグ雷山で決まりです。前にクラスメートが酔いやすいって言っていたのが気になりまして、前もって調べておいた方がいいかと。よし、行こう。見てください、下で手を振ってくれている人が。おーい。すみません、こんなはずでは。大丈夫？休めそうな場所は近くの池の周りにベンチがあるようだ。彼女を支え移動する。はぁ、落ち着いた？はい、おかげさまで。すみません、ご迷惑をおかけしてしまって。お、トレーナーさん、楽しめてますか？え？だって朝からずっと私に付き合っていただいて、息抜きだって言ってたのに全然遊べてないですよね。君と一緒だから楽しいよ。でも私がトレーナーさんに一方的に手伝ってもらうばかりで、ご迷惑になっていませんか？今日の下見は負担なのか？そんなわけありません。幹事として自分で下見をしようと思ったんです。みんなに
目いっぱい楽しんでほしいから。やりがいがあります。私自身がやりたいんです。同じだよ。同じ？誰かのために献身的にやりがいを感じる、それができるトプロはすごい。でもやりきれないときは遠慮なく頼ってほしい。二人の方が気づきも多いだろう。二人の方が、そうだ、私一人でやるよりも二人の方がよりいいアイデアが見つかる。みんなが一番楽しめるように、誰かの力を借りたっていいんだ。トレーナーさんがそうおっしゃってくださるなら、下見の続き付き合っていただけますか？喜んで。ありがとうございます。では次はホーンテッド館に行きましょう。晴れ晴れした顔で歩き出したトプロに続く、二人で案を出し合い充実した時間となった。夏が来た。夏合宿で限界まで鍛錬する。はぁー、炎天下トプロが砂を蹴り上げる。着実に実力をつけていく。トプロ委員長頑張ってギャー。全ては期待に応えるため、その熱量は計り知れない。トレーナーさん、今日もご指導ありがとうございました。うん、じゃあまた明日。はい、また。そうだ、トレーナーさん、この後ご予定はありますか？私、息抜きに近くの夏祭りへ行こうと思うんです。よければご一緒にいかがですか？あら、ぜひとも。おお、ソースのいい匂いです。トレーナーさん、何から食べましょうか？お好み焼きに焼きそば。あれ、あそこにいるのって。悔しそうなトプロのクラスメイトが集まっている。あの手持ち花火セットを狙ってるんだけど、誰も落とせなくって。みんなで花火したいのに。トプロ委員長、私たちの仇取ってもらえない？私がですか？花火はあの状態だと正確に右上に当てる必要が。でも私あまり細かいことは。委員長、お願い！わかりました。とりあえずやってみます。右上を狙って、えい！忘れた。次こそ。えい！今度は上に。もう一回。しまった。弾、あと一つ。どうしよう、皆さんに頼っていただいたのに、このまま終わるわけには。でも、トプロと目が合う。いつでも力になるぞ。トレーナーさん、打ち方のコツを教えてください。もちろん。力んでるから銃を一旦下ろし、次に銃を体で支える意識で持つよう伝えた。体で支えるですね。やってみます。あと脇を締めて。了解です。狙いは体ごと向けて。はい、いざ。やったー、委員長ありがとう。はいはい、どういたしまして。よかった。お疲れ様。委員長も花火一緒にやろう。打ち上げ花火が見えるところでダブル花火だよ。ぜひ行きましょう。トレーナーさん、花火を手にはしゃぐ馬娘たちを見守る。中心で遊んでいたトプロが駆け寄ってきた。トレーナーさんも花火やりませんか？せっかく今回の立役者なんですから。見てるだけで楽しいよ。見てるだけで。そうですね、みんなすっごく楽しそうです。喜んでもらえてよかったな。はい、トレーナーさんは私が大事にしたいことをずっと大事にしてくれているんですね。
前に遊園地で頼ってほしいって言ってくれたことがあったじゃないですか。私ちょっとびっくりしたんです。任された以上一人でやるのは当たり前だと思ってたので。つい一人で頑張っちゃうんだな。そうなんです。任せてもらったことが嬉しくて嬉しくて、だから大変でもへっちゃらで。でも一人でやることがベストじゃない時もあるんだって気づかされました。頼ってもいいんだ、一緒にやってもいいんだって。トレーナーさん、私みんなの期待に応えたいです。力を貸していただけませんか。一緒にこれからも。ああ。頭上で盛大に打ち上げ花火が上がる。その音に負けないくらいの賑やかさを見せる光景を二人で眺めたのだった。一人より二人、当然かもしれませんが、トレーナーさんとならきっと百人力にもなれちゃいますね。